はい、どうもグラシャです。前回、前々回ですね、スイーツパレスのあたりからさっき気づいたんですが、音が入ってなかったんですね、私グラシャの声は他のソフトで撮るようにしていたのであるのですが、ゲームの BGM が全くない状態で、まあ現段階ではどのように対処がなされているのかわかりませんが、まあとりあえずここで一度謝罪の方をさせていただきます。本当にすみませんでした。いや生放送の設定のまんまだと音がね、出ない、録画したデータに音が出ない状態だったらしくて、さっき生放送の設定を解除したら、とりあえず音も取るように戻りました。で、多分この回から音はちゃんといつも通りついてると思います。前回、前々回の分、どうなってるのかわかりませんが、まあね、なんとかしてるんじゃないでしょうか。また、ね、他の、多分、一応、ね、ステージそのものは、時空の私人から再チャレンジができるので、そこで保管をしているかもしれません。さて、では再びこのスイーツ男爵、ほんのちょっとしか休憩してませんが、まだ感覚のあるうちに倒したいと思うので挑みます。ではスタート。喋れなくなる。で、ね、この空中アタックを始めるときの一瞬の無敵を使って、ここは切り抜ける。で、ここは連打。で、ここも一瞬の無敵を利用する。で、ここでしゃがんでちょっとだけ休憩を図る。で、連打。で、さっきと同じの。で、二段ジャンプして、もう一回連打。で、これで、まあ、4分の1は減るだろう。で、ここから、位置取りが難しい。で、これに1回避けて、ここでジャンプをします。で、ここで、で、このように動く。したら、次はこれが来るので、あれね、ギリギリに立ってないと、全部避けきれない。
半分だな、半分いったな。でもこれ普通のペースで連打して良さそうな時間あるな。この形を残しつつ、連打による対空が必要な時はちゃんと連打するんだけど、あ、しまった。そういう感じでやってみようか。この速度をこれ以上、これ以下にはならないように。打てない時はちゃんと休み。で、この時はちゃんと連打しないと対空してらんないから。ここ、こうして、ここ一番対空いる。で、ここでまたしばらく。よーさっさ、よーさっさ。とりあえず今は長い時間戦えるようにしよう。よし、こうやってね、ちょっと連打から解き放たれることによってちょっと喋る余裕も生まれるしね。この間はしばらく連打で、一回検定等の時は、ジャンプの一瞬の隙をついて、本当は上げれると思う。移動するだろう。反対側になったら、ここはちょっと対空連打からのジャンプで、ここ。で、ここでまたしばらく揺れんじゃない。あそこ、あそこで対空しすぎると着地ができなくなる。上かよ。上はちょっと予想外だわ。上は厳しい、上は厳しい。マジか。でもあそこまで持ってったな。
君はこれからだってさ。よし行くぞ。行け。よっしゃー、勝ったー。だー。やっとー。勝ったー。あー。あー、勝ったー。やってやったよ。あー。勝ったー。やった。あー。やった。伝説のグレートスイーツは、儚い夢と消えるのね。やった。勝った。機械が止まんないっす。無駄よ。タンクを壊すには魔人級の力だと。俺たちの姉子を舐めんなよ。魔人級。お、何？真っ赤なスカーフが。あ、なになになに、おお、なんだ今のゲイボルクみたいな。こ、壊れたっす。なんと、なんと、やった、やったっす。ミッション成功っすよ。やった、俺たちもやればできる。誰だよ、無理って言ったやつ。俺だ。でも俺たちは一匹じゃなかったっす。そうだな。みんなの力で。どえらい数のプリニーが散っていったな。魂は解放されたっすから、またどこかでプリニーに転生するっすね。そうか。と言ってる間にも日が昇るっす。急いでエトナ様に報告っすよ。安らかに眠れ。プリニー、俺が主人公でいいんすか。スタッフロールです。やった、コントローラー置くよ。いやー、やり遂げた。いやー、このね、超難関アクションゲーム、プリニー、俺が主人公でいいんすか。もうクソみてえに貧弱な主人公、ヤスペランカー先生ほどではないですが、ねえ、こんな雑魚キャラが主人公のゲームでね、残機1000という、いやー、言葉にならねえ。ちょっと、お、エンディング曲ですか。フフッ。子供たちか。どこか。どうね。
詰める余裕がなかったね。ああ、息子がひねくれた。さて、そろそろ次のお話に参りましょうかね。このゲームエンディングを迎えました。で、一個ね、アサギ編っていうのがどうやら存在するらしく、それをね、やろうかどうかっていうところで今ものすごい検討中でございます。理由はね、そろそろ他のゲームもやりたいっていうのがあって、まだそれは決めてないんですけど、考えてもないんですけど、でもアサギ編ここまでやったからにはやった方がね、このゲームさらに締まるんじゃないかと。まあクリアできるかどうか分かりませんが、クリアできてよかった。本当によかった。いやー、このビッグマイチソフトウェア、とんでもねえゲームを生み出してくれたもんだよ。お、料理の鉄巨人。メンテナンス中ですか。こいつも強かったな。おおだーだーだーなんつったっけ、ロザリーだ。そこの戦車どもはね、いまいち使いにくかった。アサギ、後ろにアサギ。何はともあれ無事にクリアできましたので、ひとまずはここで、区切りとさせていただきたいと思います。プリニー、俺が主人公でいいんすか。ここまで見てくださって本当にありがとうございました。いやーね、一回ゲームオーバーして戦機失った時はどうしようかと思ったけどね、2周目でなんとかできました。株式会社日本一ソフトウェア、いやーちょっと感極まってきた。お、エトナ様、もう一回コントローラー持つか。さあ、エトナの元に究極のスイーツが届いたよ。究極のスイーツ持ってきたっす。なんとか間に合ったっす。本当に持ってくるとはね。あんたたち意外とやるじゃん。そうさ。ウィス、どうぞ思う存分食ってくださいっす。何これ。あー、これが究極のスイーツ。こんなもん食えるか。何さ。まあそうっすね。それじゃ。まああんたらも頑張ったみたいだし、今夜は特別に大宴会よ。やっほー。いや
5000ヘルだからよろしく。どうやプリニーの給料じゃ厳しいな。終わり。いやー終わった。本編を初めから遊ぶ。アサギは遊ぶ。はい。まあ、とりあえずね。とりあえずまあ、一回終わります。はい。終わります。はい。はい。本当にありがとうございました。グラシャでした。また、どこか他のシリーズでお会いいたしましょう。それでは。